こんにちは。文京花の五大祭りの一つ、文京つつじ祭りが根津神社で始まりましたね。今年は暖かい日が続いたので、例年より2週間ほど開花が早く、すでに中咲きまで楽しめるそうです。春の陽気の中、皆さんどうぞお出かけください。それでは瞬間文京タイム、本日のラインナップです。4月6日から春の全国交通安全運動が始まっていますが、これに先駆けて区内各所で春の交通安全運動に関するイベントが開催されました。春の交通安全運動は子どもたちと高齢者の交通事故防止をはじめ、自転車の安全利用や飲酒運転の根絶を目的に実施しています。4月1日には交通安全教室が行われました。式典に続いて行われたお姉さんと愉快な仲間たちの交通安全教室では、お姉さんと人形が交通信号の意味や道を歩くときに注意することなど分かりやすく説明してくれました。また会場には自転車シミュレーターが設置され、子どもたちが自転車の安全な乗り方を体験。最後はバルーンアーティストミライさんによるバルーンアートショーが行われ、バルーンがさまざまな形に変化していく様子に子どもたちも大喜びでした。そして3日には成沢区長をはじめ富坂警察署長など関係者が参加して、交通安全運動の啓発活動が行われました。後楽園駅前では小学館アカデミー小石川保育園の年長クラスの子どもたちもティッシュなどを配るのをお手伝い、道行く人たちに交通安全を呼びかけました。4月は新入園新入学の時期です。皆さんも交通ルールやマナーを守って事故に遭わないようにしてくださいね。では続いての話題です。4月6日保健サービスセンターで目から鱗のウォーキング教室が開催されました。初心者向けの効果的な歩き方と正しい姿勢が学べる目から鱗のウォーキング教室。ウォーキングには心肺機能の向上、生活習慣病の予防、骨の強化、肥満解消、肩こりや腰痛の解消、ストレスの解消に効果があると言われています。今回は自分に合った歩き方を見つけてウォーキングが楽しく続けられることを目指します。歩行って結構こっちばっかりに、ね、動かしますけど、足って360度動かしますから、で骨盤を回してあげるとその下にあります大腿骨と、骨盤をつないでいる股関節のエクササイズにも、ね、なりますからね、ぜひやりましょう。軸を感じながら、焼き鳥の、ね、串ですよ、お団子の串です。はい、この串が自分の中にあるとイメージしましょう。じゃあ右回りします。ゆっくりどうぞ。まずは立っている時の自分の中心軸を見つけます。ずっと回してください。中心軸で感じながら、そして中心軸を感じながら歩いてみます。はい、もう緊張しないでから、軸を感じながら歩いて、で戻ってきて自分のパートナーに感想を言ってください。なんかピンとした感じ。ピンとした感じ。はい、まあ安定というか伸びる支えになってるかなというか、何かあります。無理なく歩幅広く。続いてウォーキングの実技では、歩幅を大きくしたり、
かかとから着地してつま先で地面を蹴って歩いたりなど、ウォーキングのポイントを意識しながら歩いてみます。とてもいいです。もうこれだけでもなんかすごくスーッと伸びましたね。腕は背中の肩甲骨から動いてます。ですから背中から手が動いてる、そんなイメージでもいいです。そして腕の振りを意識しながら歩くなど、参加された方たちは基本となる歩き方の習得に励んでいました。かかとからとかっていうのと、なんかもっと歩き方意識するようになりました、はい、楽しかったです。自分のなんか歩き方がもっと勉強になりました。ウォーキング教室は毎月開催されています。外出するのにもいい季節となってきたので、皆さんも一度ウォーキング教室に参加して、自分に合った歩き方を見つけてウォーキングを始めてみてはいかがでしょうか。続いては高齢者の運転免許証自主返納制度のお知らせです。自主返納制度の具体的な取り組みについて話を伺いました。高齢者の運転免許証の自主返納制度なんですが、具体的にはどういった制度なんでしょうか。はい、まずはこちらをご覧ください。こちらは65歳以上の高齢運転者が関与した交通事故発生状況を示したグラフなんですが、都内における交通事故の総件数は年々減少し続けているんです。その一方で高齢運転者が関与する交通事故の割合は年々高くなり、10年前と比べて約 1.7 倍となっています。そうなんですね。はい、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化により、正常な運転ができない状態では運転している高齢者自身の危険はもちろん、歩行者を跳ねてしまい命を奪ってしまうこともあり得ます。運転免許証の自主返納制度は、加齢によって運転に不安を感じる方などが自らの意思で運転免許証の取り消しを申請できる制度です。なるほど、わかりました。ただ私もそうなんですが、運転免許証を身分証明書としてお使いの方も多いんではないでしょうか。はい、運転免許証を身分証明書としてお使いの方は多くいらっしゃると思います。そこで自主返納した希望者の方を対象に運転経歴証明書を交付しています。運転経歴証明書、これは一体どういったものなんでしょうか。はい、運転免許を返納した日から遡って5年間の運転に関する経歴を証明するものです。運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。また協賛企業等で提示することにより、購入商品の割引や自宅までの無料配送、宿泊料金と施設利用料金の割引が受けられるなど、さまざまな特典を受けていただくことができます。このマークのあるお店でもサービス特典を実施しています。サービスの詳しい内容につきましては、警視庁のホームページをご確認ください。はい、わかりました。では運転免許証の自主返納の手続きはどうしたらいいでしょうか。はい、都内の各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で手続きが可能です。必ず免許の有効期限が切れる前に申請してください。申請時には運転免許証、写真、そして運転経歴証明書交付手数料1100円が必要です。最寄りの各警察署では約2週間で運転経歴証明書の交付を受けることができます。紛失したり住所が変わった場合はどうしたらいいですか。はい、再発行の場合は府中、鮫洲、江東にある各試験場で行うことができます。住所が変わった場合など記載事項の変更届は警察署等でも行うことができます。加齢による運転の不安を感じましたら、運転免許証の自主返納を検討してください。皆様のご協力よろしくお願いいたします。高齢ドライバーによる事故が多発しています。運転に不安を感じたら、運転免許証の自主返納を検討して、事故のない文京区にしていきたいですね。さて、新緑がまぶしい季節になってきました。ウォーキングをするなどして、ぜひとも季節の移ろいを感じてみてくださいね。瞬間文京タイム、それではまた。